どうもコブレです。今回はエイリアン・ファイアチームエリートのシーズン2追加で新チャレンジカード8種類について紹介をいたします新しいチャレンジカードについて話していくと他のチャレンジカードと同様にアンロックすることが可能ですランダムのミッション報酬デイリーネ報酬の中に入っているそうですショップからはレクイエムクレジットで購入しランダムでチャレンジカードパックを 入手すするることがでできるそうです1つ目の新チャレンジカードについて KeepItTightPeople タイプがエキゾチックで 1.75× 経験値 &1.75× クレジット説明として 10m 以内に味方がいない場合1秒間に 20hz を失う倒れた味方はカウントされますが死んだ味方はカウントされません 2つ目の新チャレンジカードについてはレトロカムタイプとしてはレア 1.5× 経験値 &1.5× クレジット説明として低解像度のカメラのレンズを通して世界を見ることができる薄暗いバックライトでピクセルのような画面効果を体験ができる3つ目の新チャレンジカードについてロボットカーニバルタイプとしてはレア 2.5× クレジットウェイトランド・ユタニの、まあ、ロボットのパトロールがあるんですけどそちらがミッション中にランダムに出現するそうです4つ目の新チャレンジカードについてはエインプレイング・アス・バイザ・アワータイプとしてはレア 1.5× 経験値 &1.5× クレジット説明としては ミッション完了時に獲得できるそうです5つ目の新チャレンジカードについてスピークラウンドキャリーアースモールスティックタイプとしてはレアでボーナス補修なし説明としてサイドアームのダメージが200%増加します6つ目のチャレンジカードとしてライトニングラウンドタイプとしてはアンコモン 1.75× クレジット 説明として敵の移動速度が33%速くなります7つ目の新チャレンジカードとしてクイックスクレービィングアラウンドタイプとしてはアンコモン 1.25× 経験値 &1.25× クレジット説明として味方にぶつかると倒される可能性があります8つ目の新チャレンジカードとしてプロバブリーオンオンニードダット タイプとしてはアンコモン 1.5× クレジット説明として自身のキット能力のうち1つがランダムに無効化今回はエイリアン・ファイヤーチームエリートでシーズン2で追加される新チャレンジカードについての紹介でしたこの動画が良かったらチャンネル登録していただけると助かりますそれではまた